新登場人物、海のモンタのこと。腹が、空うという音を立てたので、桐生吉兵衛は唾を飲んだ。すると、それに返事でもするかのように、またしても腹が、空と言った。そして、今度はその後から、空ぐるぐると言った風な、かなり不定祭な明音を発するのであった。どこかで、酔っ払ってるに違いない。 きっとそうに違いない。吉兵衛は片手で、ペコンとへこんだ腹をなでながら、恐ろしく渋い顔をして、こう一人ごと言を言った。俺が行くんだった。兵庫をやったのは失敗だ。あいつが酒に目のないことを知りながら、あいつをやったのは一代の不覚だ。ちあ今頃はきっといい気持ちによって、何かこったりした魚だの、味噌わんだの、 刺身なんぞをつつきながら、太平楽な顔をして、それからしまいに、茶漬けか何かを腹いっぱい。まさに失敗だ。なんという馬鹿なことだ。飲んだくれと知りながら、兵庫をやるなんて。これはそこ抜けの。そこまで言って、吉兵衛は黙った。そして、きっとした形で、臨室に起こった客と女中との対話に耳を傾けた。まずい。まずい魚だ。なんだこれはまだ、 若そうな張りのある声で、無遠慮にづけづけという。こんなに生臭い魚は食えやしない。味も塩も強すぎる。この家には料理人はいないのかお客さんは、お客さんは贅沢ばかり言うだね。この宿のお常という女中の声だ。あれがまずい、これがまずい。これは食えねえ、これは綺麗だってそう。それでよく、口が曲がらねえもんだね。 貴様は下女の分際で戦場なことを申すな。その口の利きようは何だお客さんが贅沢なこと言うから贅沢だって言ったばかりのことさね。世間にゃ、買いも食えねえ人間がたくさんいるだに。人のこしれえた食べ物を末善にさせて生癖のまずいの。なんだかだ文句を並べて、よっぽどお袋様が甘かったんべえかそれじゃあ、お天道様の罰が当たるぞ。 聞いていた吉兵衛は思わず、そうだ、それはまさに罰が当たる。こう言って、その自分の声にびっくりして、慌てて口をつぐみ、広く渋い顔をして、刀を持って部屋から飛び出した。連室の客は、一作屋から泊まっている若い侍らしい。旅疲れを休めるから二三日泊まると言ったが、何しろわがままで口がおごっていると見え、 三度の食事にも掃除の仕方にも、いちいち文句をつける。くどくはない。ごくあっさりした調子だが、いかにも無遠慮で、こしょ性のない感じであった。女中のおつねは昨日、吉兵衛の部屋へ、かゆを運んできたとき、お客さんと、そっくりな怒りんぼのお客さんが、隣へへ入っただよ。がみがみ怒ってばかりいるだ。おら、嫌になっちゃっただ。こいって、 顔中をくしゃくしゃにしたものである。吉兵衛は苦笑いをしたが、聞いていると全く共通点がある。かなり感触も強いらしい。時には自分の言動を脇から自分で聞いているようで、ちょっと嫌な気持ちがした。米川兵庫が出達してから8日になる。彼はすでに無一文であり、宿賃もだいぶ溜まっていた。 宿の方では信用していると見えて何も言わないが、吉兵衛の損な性分で、一日中気持ちが落ち着かない。絶えず耳のそばで、感情を払え、感情を払え、と言われているように思える。それで三日前から腹具合が悪いからと言って、食事を朝と晩の二回にし、それも粥を少しと梅干しだけにしてもらった。わざわざ米から抱くには及ばない。 残った飯を粥にしてくれればいい。梅干しも一日に一つで十分だから。こんなことまで言ったのである。いくらかでも負担を軽くしようとするつもりなので、持ち家マスをなどに聞かせたら腹を抱えて笑うだろうが、吉兵衛はごく真面目なのであった。そうだ、持ち家ならゲラゲラ笑うだろう。吉兵衛は 天竜川の土手を歩きながら、こうつぶやいて、そして改めて、松尾のたくましい生活力に戦争を感じた。あれを聞いておくんだった。あの、強制なんとかの薬の製法を。妙な木の葉を焼いて粉にして、それを薬方紙に包んで、それで、父を何がしか儲けたんだから。ひとつ、あれと似た木の葉を探して、焼いて粉にして。 俺もやってみたらどうだろう吉兵衛は歩みを止め、天竜の青ずんだ流れを見つめながら考えた。それはさして困難ではないように思える。どんな木の葉だったか、安全と記憶はないけれども、探してみて、もしその葉が見つかればわかるだろう。そうだ。物は試しということもある。精神一何事か。こうつぶやいたが、 しかし、そこで彼は、急にくしゃっと眉をしかめ、首を左右に振りながら、投げ出すように言った。誰だ俺はあいつのようなうまい口は聞けない。薬よりも効能をうまく喋る方が肝心らしい。あいつは、黒を白と言いくるめる。何しろ、果たし合いをしようという相手に、財布の底をはたかせるやつだから。俺にはダメだ。到底はできない。 通る道を開けてもらいたいな。突然後ろでそういう声がした。ぼんやり独り言を言っていたので、吉兵衛はぎょっとして振り返った。気流しの若い侍が立っていた。前の涼しい鼻筋の丹精な美男と言っていいほどの顔立ちで背丈も五尺七八寸はあろう。全体に凛とした清潔な感じだが、 その目はキラキラと光って、一種の敵意に似たものがこちらを突き刺すように思えた。道はこれだけ空いている。通ったらよかろう。脇へ寄ったらどうだ一人ごとを言うくらい道の真ん中に立たなくともできるだろう。そうじて道は往来するためにあるものだ。<laughs> なかなか学問があるな。すべて道は往来するためにあるか。吉兵衛は、 自分の額の両側に感触筋が膨れてくるのを感じた。だがその時、相手の態度が初めから喧嘩を売っていること、そしてその声に聞き覚えのあることに気づき、こいつ、宿の隣の例の男だな。こう直感して思わずカット投資をそそられた。理屈がわかったら、 どいてもらおう。俺に構うな。余地は十分にあるんだ。通りたかったら通るはいい。しかし、通るのが目的ではないんだろう。確かにその声だ。相手は冷笑した。不敵な笑い方であるのに、すがすがしい。だが、吉兵衛にはそれが余計感にさわった。相手は、なお言った。聞こう。俺を侮辱したぞ。 罰が当たると言ったことか。<laughs> 吉兵衛の右手が、もう、むずむずし始めた。あれは侮辱ではない。感想だ。下女の申すことが最もなので、同感の意を漏らしたのだ。それが気に入らぬかどっちにしろ、俺には我慢ならない。謝罪するか、果たし合いか、どっちか選んでくれ。無造作に言うな。悪くない。今度、吉兵衛がニッと笑った。 長い間、鬱陶しくくすぶっていた血が、熱を発し、音を立てて、躍動をし始めた感じである。いきなり、果たし合いなどというのは久しぶりだ。場所はここでいいか死体を片付けるカーもある。何のれ鹿の名は言えない。ルウ吉チベ。老人、海のモン太という。いざ。待、ま、て。海のモン太それが本名か。 気にするな。名は不調だ。相手はまた、不敵に冷笑した。吉兵衛は噛みつきそうな目で睨んだが、刀の塚にかけた手を離して。どれと言った。果たし合いには竿がある。武士として、名も名乗れるような人間を、切る刀は持たない。どれそれほど聞きたければ言ってやろう。中国筋の防犯の者で、板倉小五郎という。 これで納得がいったかようかろう。いざ来い。吉兵衛はさっと飛び去って刀を抜いた。相手も同じ動作をとったから、両者の間合いはかなり大きい。互いに中断の構えで、射抜くように目を噛み合わせ、じっと呼吸を測っていた。それまでの態度から押して、相当自信があるとは察していたけれども、呼吸を測っているうちに、 吉兵衛はびっくりした。背筋をさっと、風の走るようなものさえ感じた。ずばぬけている。ことによると、吉兵衛などの相手ではないかもしれない。しまった。これは言えなかった。勝負には禁物の遅れが出た。そして、これは相当名のある剣士ではないかと思い、板倉小五郎という名を頭に浮かべたとき、あっと思い、同時に、 さらに後ろへ飛びのいた。待ってください。ちょっと待ってください。どうするあなた、大吉田の、板倉さんではありませんか相手の顔に警戒の色が浮かんだ。その板倉ならどうする板倉城代のごなんでしょう違いますか気候は一体誰だ江戸屋敷の者のです。お妹さんのことも知っている人間です。 キ生ウ吉兵衛と言って、順次郎様のお行方を探しに来ていたんです。ほ、う、それは。小五郎は吉兵衛が刀を収めるのに倣って刀を収めた。しかし、まだ警戒の色は解かない。澄んだ光のある目で、じっと吉兵衛を眺め、そして、宿のある方向へ歩き出した。では、かつた人郎を知っているのですね。もちろん、古い友人ですし、 今度のことでは、彼は中心にいる男ですから。順次郎様のご生存は確かですか確証はないのですが、こちらを調べてみると確からしいんです。ただ、ここからどこへどう行かれたかがまだ不明なので。キュルさんの他にも誰か来ているんですね三人いるんですが。詳しいことは宿で話しましょう。こう言って吉兵衛は小五郎の後から、 包みを降りた語り合う諸版の情報のこと命ぜられた茶と菓子を持って心の部屋へ入ってきた女中のおつねはそこに吉兵衛がいるのを見て「はりと目を向いた「れれはりこりゃどうすべぇかんしゃく持ちが二人一緒になっただなこりゃあえれこったおら 本当にもう嫌だぞ。やかましい。そこへ置いて早く下がれ。そりもう怒るだ。人にゃだ。菓子だを運ばせて、ご苦労一つこかねえで、やかましい下がりっさその口でよく世間が歩けたもんだ。オラが亭主だら首を引っこ抜いて、下がれとようにこの、お常はドタバタと部屋を出て行った。すると、柳川という者が戻れば、 勝田の消息がわかるんですね。小五郎は茶を入れながら反問した。だが、それにしても、勝田と連絡が絶えたのは不審だな。実は私の方も、このところをしばらく妹から何も知らせてこなかったんだが、江戸の様子を聞くと判定から行方不明になったということで、ホかじさんが行方不明ですって私と音密に手紙の往復をしていたのだが、 発見されてのことだろうと思ったんだが、キリウさんの話によれば、かつたともそんな連携があった。とすると、お部屋様一味の手にかかったと思うほかはないでしょう。おかじさんが行方不明おかじさんがそれは本当でしょうか兄のところへ、ご承知かもしれないが、兄は主然と言って、これは私として兄と言えない男なんですが、その兄のところへ、 江戸から知らせてきた、蕎麦四人のご存知でしょう伊藤海助からの知らせなので、その点は間違いないと思うのです。千兵衛は目を伏せ、心を打たれた者の,のように、そっとため息を漏らした。つまみませんかここでいくらか美味しいのは、この菓子だけだ。心は自分から菓子をつまみ、茶をすすって、これは、 妹のことなど無関心だというように、さっぱりした顔で吉兵衛を見た。川上へ行った持家というものは、まだ何も知らせては来ないんですね。何も来ません。吉兵衛は歌詞には手を出さなかった。お話ししたような男で、実に大した奴なんですが、少年は確かなんですから、何かあれば、当然そう言ってくるはずなんですが。キルさんは、 江戸の近況を知っていますか小五郎は話を急に転じていった。吉兵衛は口をつけようとした茶碗をそのままでびっくりしたように相手を見た。知りませんが、何かあったのですかまず、第一に、殿のご病状です。医師のサジを投げたご病状が不思議に持ち直して、こんならご寿命は取り留めるというところまで来ておられるそうです。それは、 ちょっと信じかねるが、もしそれが事実なら、それは。第二は、お部屋様のご解人です。吉兵衛は茶碗を下に置いた。それも、すでに無月ということで、無論、蕎麦用人から兄へ来た密報なんだが、江戸では近いうち、正式に披露するということなんです。そんな馬鹿なことが、吉兵衛は座り直した。だって、 むつきといえば殿は殿は身動きもされない50秒で。それはずっとボタン邸にはいらしたでしょうけれど。どうしたからって、そんな馬鹿なことは。殿は、お認めになるそうなんだ。殿が、殿がご自身でですかご自分のご意志かどうかはわからない。しかし、伊藤海助の密報にはそう書いてあった。ヒロのお許しも出たというんです。 吉兵衛の額体の左右に、むくむくと、感触筋が膨れてきた。彼はそういう点には、あまり関心のない方だが、お部屋様、かつ女の乱人と、彼女を取り巻く、幾人かの男との噂は聞かないではない。まず、文家の松坂大学、江戸家老次席の板倉三の女、その他にも、側近の若侍で評判になった者の名は、二三ではなかった。 私は断言してもいいと思いますが、吉兵衛はきっと目を上げた。私だけではなく、江戸屋敷の多くの者が同感だと思いますが、それは殿のお種ではありません。私は言います。断じてそうではありません。キルーさんの言う通りでしょう。私もそう考えたから、妹の問題もあるし、思い切って今度出てきたんです。これは、 順次郎様どころではないですね。いや、むしろもっと重大になったわけだろう。順次郎様がご存知で見つかれば、お部屋のおこなどは自然と肩がつく。そのためには、ぜひとも順次郎様を。言いかけて、小五郎は口を閉じた。廊下を足早に来る足音が聞こえたのだ。それは、吉兵衛の部屋へ入り、乗場で聞いてきたのだろう。こちらのふすまへ向かって、 今帰った、兵庫だよ。と、呼びかける声がした。お話しした、柳川兵庫です。失礼。吉兵衛は、こう小五郎に会釈をして、廊下から自分の部屋へ帰った。兵庫は風呂場へ行って汗を流して戻ると、もう夏だね、ひどく暑かった。などと言いながら、しきりに濡れてぬぐいで赤くなっている顔を拭くのであった。 いくらこすったって、酔った顔の赤いのは落ちやしない。用事はどうなんだ吉兵衛は、いまいましそうに睨んだ。バカに早いが、江戸へは行ってきたのか沼津でね。いや、沼津で勝田に会ったんだ。それで江戸へは行かずに済んだから。勝田に会ったどうしたんだ勝田は来たのか彼は沼津にいるや、いろいろ事情があるから。 沼津で用が足りたとすれば、帰りが遅すぎる。今日はもう8日目じゃないか。吉兵衛は3日前からの腹立たしい空腹を、つい口にせずにはいられなかった。ここから沼津までなら、往復4日で十分なはずだ。俺は江戸までの日数を思って、おとといから朝夕2回の会を、梅干しでやってきたんだ。だって、どうしてそんな。どうしてって感情は溜まってるし。 金は一文もなし。兵庫は酒水子でいつ帰るかわからないと思えば、帰るだっておちおち食べていられないじゃないか。怒ったってしようがない。江戸まで往復したとすればもっとかかるんだから。兵庫はそこで話を変えた。まず、肝心なことを言うが、江戸では俺たちを正式の脱藩者と発表し、新たに話打ちの上位が出て、田が城之助と模擬三郎座ともう一人が、 こっちへ来ているそうだ。千葉総太郎もウロウロしているというから、よほど注意しないといけない。話うちの上位。いよいよ居直ったな。勝田は中夜にやられたそうでね。兵庫は人志郎から聞いた指示を荒ましい語った。吉兵衛は黙って頷いていたが、人志郎が岡地と一緒にいると聞いて、これには意外だったのだろう。それは、 それは、そう、お前、おかじさんに会ったのかもちろんあったさ、どうして。ちょっと待って、それはよかった。吉兵衛は廊下へ出て行き、小五郎に声をかけた上、不審がっている兵庫を連れて、隣の部屋へ入って行った。板倉小五郎殿だ。柳川兵庫です。兵庫は挨拶をしてから、吉兵衛を見た。 すると、おかじさんのうん。板倉城代のおこじなんだ。勝田が、いつも話していた人だよ。はあ、それはまた、奇遇ですね。今、こっちで耳にしたんだが、妹が勝田と一緒にいるというのは事実ですかええ、沼津の塩宮という宿においでです。相手が城代画廊の息子なので、英語もやや言葉を改めた。 ご存知の通り、お部屋様一味を探索したような形で、彼らの追求が厳しいために、うっかり動くこともできないし、あなたへお便りもあげられない。それには、こういう行き方があるんですが。そこで、兵庫はもう一度、人志郎を木室から救い出してからの話をした。小五郎は、眉も動かさずに聞いていたが、兵庫の話が終わると、低い声で。そんな未練な妹とは、 思わなかったが、こう、独り言のように呟いた。しかしそれは、未練などとは。おかじは、逃げてはいけなかった。あれには初めから、命を捨ててかかれと言ってあるんです。小五郎は、冷酷とも思える調子で言った。勝つたを救ったのはいいが、逃げてはならない。ボ探偵にいて、あくまで役目を果たすべきなんだ。それではしかし、 すぐに一味の手にかかりますよ。昼屋が現に、おかじさんを見ているんですから。彼らの手にかかればいい。捕らえた彼らは、おかじをどうするか。仮にも城代画廊の娘だ。押し込めるにしろ、命を縮めるにしろ、おかじの身に間違いがあれば、彼らに類の及ばないわけはない。ことによれば、一味を覗く機会にもなる。そこに気がつかず、命惜しさに逃げ出すとは、 未練な奴だ。私はこれから立ちます。立つ。立つと言って、吉兵衛はちょっとあっけに取られた。一体、どうなさるんですまさか、おかじさんを。妹の始末だが、かつさに会いたい。それによっては、すぐに江戸へ行くつもりです。心はいかにも、古来性のない様子で。では、失礼だが、支度をしますから。こう言って立ち上がった。 二人は、そこにいるわけにはいかない。挨拶をして、自分たちの部屋へ戻ったのであるが、部屋へ戻るなり、兵庫が吉兵衛を見て、にやっと笑った。寝ているぞ、桐生。お前にそっくりだ。冗談どころじゃない。あの調子だと、おかじさんを切るかもしれないぞ。大丈夫だ。勝田がいるよ。兵庫は、妙な具合にうなずいた。 カスター・オカジさんに指一本させやしない。断じて。断じてだよ。実力行為とその快感のこと。ことが周到な計画をもって行われた点については、持家スオが采配を振るったというだけで了解されるであろう。それは初夏の 極めて快晴な日の、ほぼ、午前9時頃のことであった。現場にあって、死終を観察した一人の、村回りよりになる菊内宮内は、ちょうど薬宅の庭先で、家庭菜園の土へ、クワを入れていた。伸び盛りの高菜の根、ね、へ、風を入れるわけであるが、空のどこかで、トンビの泣いていたことは、彼は一生、忘れることができないだろうと、後日よく、 人に語るところであった。それというのが、宮内には、トンビの泣くのが、次のように聞こえるそうである。ピーピーヒョロヒョロ、ピーピーヒョロヒョロ。ピーピーの貧乏で、ヒョロヒョロしていると悪口を叩いている。つまり、宮内自身を、長老する者の,のように聞こえるというのである。ついでに紹介すれば、宮内氏は、ミミズクも嫌いであった。 なぜなら、この家長は、貧乏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 と、あからさまに軽蔑するからだという。また、彼はその意味で、ほととぎすをも憎む。この、古尺な夜舞い鳥は、さらに悪質で、一文やろうか、一文やろうか、などと、さも人を馬鹿にした泣き方をするから、というのであった。さて、宮内は、とんびの泣くのを聞きながら、 高菜の熱地へクワを入れていた。すると、全く予告なしに、ガラガラメリメリという猛烈な物音が起こったのである。地震だ大地震だ宮内は反射的にそうわめき立てた。みんな出ろ外へ出ろ家の中にいる彩女と八人の子、それに向かって叫んだわけであるが、彼らは家の中で、 楽しげに談笑していて、彼の声などには全然怪異しなかった。猛烈な物音はなお続いていた。ガラガラ、バリバリ、ドドド、ズシン。そして、ワーという集団的な人の歓声も聞こえる。聞く地球内は足で地面を踏み立て、目を吊り上げ、両手を打ち合わせて叫んだ。王子死んだ。お前らは潰されるぞ。 出てこいっちゅう。早く、早く、みんなどうして。そこで、旧内氏は飛び上がり、音のする方へと振り返った。すなわち、これが事の発端のあらましの状況なのである。はじめに、大老が破壊された。先頭に出てきたのは、持ち家松蔵である。次には順次郎が、老後氏の尺閣の太いのを持って現れ、 20人ばかりの罪人がそれぞれに老番の六尺棒やそのほかもろもろの獲物を手に時の声を上げて飛び出しそして松蔵の指揮に従って貧速な行動を開始したににすすぐに物見命じたこと以外に手を出すな松蔵はいい気持ちそうに叫んでいた。 順次郎は案内されるままに女郎を破壊し、ついで俗に水郎といわれる十郎を打ち壊した。彼の顔は血が昇って濃い桃色に染まり、眉はきっと張り、目は若い獅子のような光を放っている。彼は今、生まれて初めて自分の力量が非常なものだということを知り、その力量を行使することの快感に酔っているようだ。 コルが、よし、どいていろ。こう言って、手にいた尺閣の老合子の、八尺余りのものを振りかざす。すると、その一撃で、いかに頑丈な建造物も、バリバリと悲鳴を上げ、柱が折れ、扉が粉砕される。女郎からは、十死後の罪人が出てきた。重郎からは三人。今度は役所です。こう言ったのは、 山下の吉蔵である。彼は大官所の中をよく知っているので、特に要所の案内を命じられていた。牢から出た者は裏門へ集まれ。大きな声でわめき立てるのが聞こえた。心配はいらない。大丈夫だから散らばってはいけない。みんな裏門へ、こっちへ集まれ。順次郎は吉蔵の後から役所の方へ行った。 そこは、シラスとやく部屋と、諸ことに分かれている。山の中のことで、く役人は数が少ない。彼らはマスオの言う一番手によって、自らのなまで縛られて、シラスへずらりと転がされていた。ここもやるのが、じろうがそう言っているとき、玄関へマスオが出てきた。彼はすでに自分の大うを取り返し、それを腰に刺して、丸い顔をひときわ丸くし、 ニコニコしながら、順次郎を中へ招き入れた。うまくいきました。大官の支度もやりましたし、大官も捉えました。しかし、いかがですかあなたも悪い気持ちはなさらな,ないでしょううん。初めてだからね。順次郎はまだ腕が鳴るらしい。もう少しやってみたいが、この建物もやっていいのかねよう、それには思いません。 実力行為はもう結構です。これから大官の支局の資料を集めなければなりませんが、あなたはまあその辺で休んでいてください。俺は休むほど疲れてはいないが。では、一つ奥で大官の見張りでもしていてください。私は家宅捜索を始めますから。松消はこう言って、一人の臆病そうな小役人をせき立てながら、廊下のあちらへと去っていった。純次郎は、 半月ばかりも滞在したことがあるので、その建物の内部のことはかなり知っている。奥というので見当をつけていくと、大官の今に大官が縛られていた。彼は人への寝巻きで、そこにはまだヤグが伸べてあり、彼はそのヤグの脇に両手を後ろで縛られ、同じく縛られた両足を前に投げ出して、随分窮屈そうな格好で座っていた。よう。 お前まだ寝ていたのかね、のぶた。ジェンジロはそこへ座りながら言った。いろいろ話を聞いてね。こんなことはしたくなかったんだが。しかし、よくない。お前は大官として不適任らしい。まあ、まあ、若旦那。突然そういう声がしたのでそっちを見ると、ヤグの上に派手やかな寝巻きのままぐるぐる巻きに縛られた女が、 転がされたなりでこっちを見ていた。順次郎はうっと言った。なぜならそれは枕屋のお民。すなわち、あのものすごい治療術をやってくれた姉子だったからである。まあ、よく来てくださいました。姉子は顔に教習を作り、声に愛想を込めて言った。きっとあなたが助けに来てくださると思ってましたわ。ね この名をほどいてくださいよ、若旦那。果たし、苦しくって、もう死にそうなんですから。お前、お民みじゃないか。ええ、たしですわ。若旦那。果たしが、かわいがってあげたこと、お忘れじゃないでしょう。たし、真心を込めて、身も心も痩せるほど、かわいがってあげましたわね。しかし、どうして、お前、こんなところへ来ていたんだ。そりゃ、若旦那。 あれですわよ。おたは縛られた体を自由の利く範囲でくねらせた。そりゃもう、若旦那にお会いしたくて、一目お会いしたくて来たんですわ。それにしては、この様子で見ると、大観と寝ていたらしいじゃないか。順次郎はこう言ってふと眉を開いた。とすると、今度はこの野太なのかいあの立派な男にする術というのを。 信ぶにやっていたのかいいいえ。あれは、若旦那だけよ。お民が可愛がってあげるのは、若旦那お一人ですよ。ねえ、早くこの名を、ほどいてくださいな。うん。ほどいてもいいんだろう。お前は、大勘定のものじゃないんだから。順次郎はこう言って、お民の方へ行った。みんなは、きっと勘違いをしたんだろう。目的は、大勘所に限っているんだから。ああ、嬉しい。 おにきますわよ、若旦那。お民みは、歓喜のあまり、早くもみをすり寄せ、あらん限りの美体を示しながら。しかし、何より言ってはならないことを言ってしまった。縄を切ったら、二人で逃げましょうね。そして、いいところへ行って、二人っきりで、今度こそ、若旦那を男にしてみせますわ。私、この前とは違う、新しい手を覚えましたの。その手で、担当。 担当、若旦那が、くたくたになるほど、可愛がってあげますわ。順次郎は、縄を切ろうとしていた手を止め、抜いていた分け出しを鞘に収め、そうして、元の場所へ戻って座った。ほら、ドーナスって、縄を切っては、くださらないんですかうん。やめた方が、いいようだから。どうしてですの私がこのまま、あの、無本人の、土白将たちの手で。 殺されてもいいと言うんですかあれらは無本人じゃない。それに、あれらは誰も殺しはしない。ただ、大官の非道なやり方を摘発して、暴れな領民を助けようというだけなんだ。それができたら、慰みだ。信田大官が初めてそう意見を述べた。理由の遺憾にかかわらず、大官所破壊や牢破りは、無本訴状の重罪だ。 第一に、大官の非道をどこへ訴訟するか。信田閣下は、こう嘘吹かれた。浜松城代は、この山形と、密接な連絡がある。こうしているうちにも、軍勢が繰り出してくるだろう。では、幕府へ上訴するか下国城は乱である。非道の有無を問わず、乱を成す者は、極刑に処するのが天下の大砲だ。常に善悪を超越して、大砲は動かされる。 お前たちはみんな逆さ張り付けの上、国問だぞ。俺にはよくわからないが、お前の言うことはかなり大げさに聞こえる。お前が考え違いをしているのでなければ、大砲というやつが間違っているんだろう。領民があって初めて政治がある。領主や大官は領民のために政治を行うものだろう。その領民に対して、非道な政治が行われるとき、 法が領民を守らないで政治の味方をするというのはおかしい。お前、頭がどうかしているんだよ。ヒリフォ検定と現実のこと。例えばだね。順次郎はおっとりと質問した。これはろう者の中であの男に聞いたんだが、お前は 火はりに勝たないということを知っているが。しかし、利は法に勝たないとも言うぞ。うん。だが、その法も天には勝てない。天とはつまり、自然の起きてだろう。政治や大法は、権力を握った者がこしらえたので、それが自然に反する場合は、敗北するわけじゃないか。俺はまだ、よくはわからないが、一部の人間がその法を悪用して、 善良な多くの無婿の領民を悲嘆に暮れさせるとしたら、それは反自然で、結局は敗北することになりはしないかね。子供の理屈だ。信田閣下は、せせら笑いをなされた。もし、無造無造の下民どものために政治や法が成中されるとしたら、誰も権力を握ろうと思うようなものはあるまい。政治や法は常に権力を付属し、 それを自由に行使できるところに意義がある。そうでなかったら、この俺だって何も賄賂までやって大官になどなりません。確かに、お前の頭は狂っている。どうしても、お前は大官には不適当らしい。この名は切きてくれ。閣下は現実の問題に気づかれた。みんな大逆罪で逆さ張り付けの国物だが、お前だけは助けてやる。黙れ、ブレイノ 順次郎はそう叫んだ。これも生まれて初めてのことだが、そして力量に比例した凄まじい体活で、天井と紙壁がビリビリと反響したのであるが、彼はつまり怒ったのであった。大官能文在で世に向かってお前とは何事だ。おのれ、許さんぞ。まなじりが切れ上がって、双眼から電光が発するかと思えた。 七十万石の大衆の着難。身に備わった威厳が、怒りのために、その心臓を表したと言えよう。信田大官には、小役人の本能がある。その本能は本能的に、威厳を監督する本能を持っている。彼は縮み上がり、首をすくめ、縛られたままの五体を、わなわなと震わせた。ヒロニ、ヒロニ、ヒロニ。閣下は、 上体を上下に運動させながら、哀れげな声を出した。私の、私の部長を、取り乱しておりました。前後傍客、何とぞ、お慈悲を持ってご容赦。信ぶ氏が、なお、愛想しようとしているところへ、スカつカと入ってきた男がある。おお、やっぱり、やっぱり、あなたでしたか。そう言って、こちらへ近寄ってきたのは、 かの炭焼きのゴンド城であった。後ろからおまきもついてくるので、順次郎は、ほう、と言って、嬉しそうに向き直った。ゴンド城におまきか、迎えに来てくれたんだね。いや、あなたに迎えられたようなものです。ゴンド城はそこへ座って抵当した。私は重郎に入れられ、孫は女郎に入れられておりました。二人とも、あなたに助け出されたのでございます。 それはおかしい。この大官は、お前たちのことは、片付いたと言っていたがね。それは気がつかなかった。私、若さんのお姿を見ましたの。おまきは、頬を赤くし、潤んだような目で、じっとこちらを見上げた。お呼びしようと思ったんですけれど、若さんは、向こうへかけていらっしゃったので、先におじいさんを探しに行きましたの。私も、 あなたのなされ方を拝見しました。実に非凡なお力なので、お声をかけることを忘れて見とれておったのですが。しかし、良くないことをなさいましたな。良くないことって、これ、いけないかねいけません。こんなことをなすっても、何も良くはなりません。あなたも、ご無事にはいられませんし、住民どもにも、迷惑がかかるばかりです。とにかく、 一時も早く、お逃げなさいまし。ちょうどこの時、持家マスオがやってきた。例の臆病そうな役人に、一かえの書類を持たせ、顔をまん丸にして、はっはっは、と笑いながら戻ってきたのである。うまくいきましたよ。この通りです。証拠は山ほど、はっはっは。バカな大官でしてね、自分の首を首のような書類を、ご丁寧に、 きちんと揃えてあるんです。メジャーですよ。これさえあれば。この方はここにいるのは知り合いですかああ。俺が世話になったもので、ごの女という。これはマグ娘の、おまきと呼んだ。純次郎は二人を紹介し、続いてマスを彼らに紹介しようとして困った。これは、老舎でね。一緒になった男で、いろいろ親切にしてくれたんだが。ただや三平と言います。マス王は、 平気でこう名乗った。タガは桶のタガのタガ、矢は谷です。本当です。どうかよろしく。おのとご、この騒動の死亡者ですのゴンド城は、睨み者を睨んでこう言った。いやそれはよしましょう。騒動とか死亡者などという表現はよしにしましょう。これは一種の自然発生的なもので、虐げられた一般住民の やむにやまれるものが。いや、よろしい。ゴンド城は相手の情絶を遮って。やったことは仕方がない。今後どうするかという点だが、あなたは大官の私局の証拠書類を押さえたという。それを一体どうしようというのですか浜松へ行きますよ。内官署は住民管理にしておいてですね。この証拠をもって浜松城へどうだと。 は <laughs> れはも少しは才覚がありますからね。ははは。その浜松城代が山形と同福だとしたらどうします山形以上に不法無道であるとしたら。抹葬 <laughs> の顔がシュンと音を立ててしぼんだように見えた。本当のところその音が聞こえたようでさえある。ゴンド城は言った。私は、 この土地に長く住んでいるもので、浜松の役人どものすることはよく知っている。この年貢の非道な取り立ては三年ほど前から始まったものだが、領内全体に計画的に行われているもので、浜松へ行くことは、このすっと山賊の資料に訴え出るのと同じことです。あなたのしなければならないことは、ここからすぐに逃げ出すことだけですよ。 しかし、とにかく、それはそうかもしれないが。しかし、抹葬は、ここでまた当惑した。どうも快適でない。この山の中へ入って以来、かの、気流基地兵を、ヤシのようだと怒らせた、炎天活達な彼の基地が、ことごとに、花面を叩かれ、足元を救われる。浜松が、そういう事情であるとすれば、若戸の創作という本来の使命を持つ身としては、 ゴンド老人の忠告に従う他はないだろう。しかし、自分が発起人になって、これだけの騒ぎをやらかして、それでもって、いたちのように逃げ出すというのも、男であり、武士である松蔵としては、多少ならず、両親に咎めざるを得ない。小松の吉しげの心境は、多分、こういった風のものだったんだろうな。松蔵が思わず、ため息をついたとき、 順次郎が彼の意中を代弁するかのように言った。だが、これだけのことをしてしまったのだから、このまま俺たちだけ立ち抜くというのは理にかなわなくはないか逃げる俺たちはいいとして、後に残る住民たちがどうなるか、おそらくは過酷な罪を課されると思うが。それは、私に手段がござります。ゴンド城は傍らの書類を見ていった。 この死局の証拠となる書類を預かって、正面からはダメだが、裏から幕府の覚悟へ投げ踏みで損します。つまり、浜松領の非道な家レン長級を天下に公表するという威嚇ですが、これは私が引き受けますから。あなたは、と、順次郎に言った。誠に、足でまといでしょうが、おまきを連れて、 シナノの言いへ行っていただきたいのです。俺はダメだろう。俺は何しろ、何も知らないし。いや、孫がご案内をいたします。知っているだろう、マキ。キジャの玄偉殿だ。はい、存じております。今手紙を書くが、あなたも一時、そこへ身を隠されてはいかがですいや、私はちょっと、その、 松蔵は口をもぐもぐさせた。その実は人を探さなければならない身の上でしてしかしそういうわけだとするとそうですなことによるとそっち方面で探し当てるかもしれないしよろしい、私も一緒に参りましょう私はひとまずと権之城は臆病そうな役人に硯と紙を持ってこさせ さらさらと手紙を書きながら言った。ひとまず、この大官を人質にして山へ隠れます。証拠の書類と大官の命を稼ぎ、彼らが住民に危害を加えないように計らい、それと同時に江戸の方へ手を伸ばすことにします。では、そういうことにして、こう言ってますぞは。そそくさと立った。マ 旅中の座にはあるか。ゴンド城は、封をした手紙を孫に渡しながらそう聞いた。すると、抹荘はヘド戻して。ああ、うん、ありますよ。金なら私が持っていますから。では、途中よくお気をつけて。私がお引き受けします。大丈夫です。抹荘は、えしゃくもそこそこに。では、行きましょう。禅は急げと言いますからね。ははは。その笑い声はいつもほど、 力がこもっていなかった。そうして玄関へ出て行ったが、そこで今度は十分に力のこもった、すこぶる大きな叫び声を上げた。おうお、お、おう、狼だ。そこへ、狼が出た。松陰寺の古事記沼津から西へ一里半。 古くは、受島原と言われた原の町に、角林山昌院寺という全札がある。白院という和尚のいた寺で、そのために名高く、和尚が死霊の地も、いわゆる全南全漁めかした人たちの参敬が絶えない。めかしたなどというと、独身の人士を名みするようであるが、外滅したところ、我々庶民同胞の信仰心は自由活達、融通無下であって、 八州三十二派すべて結構。やむを得ざる場合のほかは、全周も天台も、ホッケも区別はない。現在でもその通り、福君が新言で、西君が日蓮宗で、うちには仏壇と神棚があり、子供たちはキリスト教会へ通っている。それでいささかも、相互いに定職しないのだから、信教の自由という点では、正しく東西に勘たるものであり、 悪く言えば、これほど心境を侮辱した話はない。謝辞参詣なども信仰のためというよりは、多く行楽のつけたりであった。その最も良き証拠に、戦者札なるものがある。これは概して、長方形の紙に各自の住所と参詣する謝辞の建物へ添付するわけであるが、これを見るに、ほとんど対象に宗派の別がない。 例えば、神田、早川邸なる戦者札があるとすると、その札は、あらゆる収支の仏閣から神社院子に及び、なお引いては、所在の神木や洞窟、祈岩、光明な橋の欄干、さては、宿場のお白い臭い家の柱にさえ、堂々と貼り付けられたというわけである。しかも、これは決して、神仏を侮辱するがためでもなく、 本次衰弱説に共鳴したがためでもなく、半信論を信ずるがゆえの行為でもない。何でもない。要するに、心境的精神とは、別個の交絡を兼ねた、自己宣伝の一種に過ぎないのである。今、初夏の甲、松陰寺には、前述のごとき三景人が、思い思いの、あるいは一段共通の三景を服装をして、 本堂にお辞儀をし、肖像堂に合唱し、お尚の墓にぬかづいて、そうしてそのまま次の目的地へ去る者も,もあり、海の見える丘の上で弁当を開く一覧もあった。何マミダブ何マミダブと、一組の胸の中で指導者らしき老人が言う。これがお前さん。人間ンン豆を日本へ持ってきて広めたお人でな。 この全史が来ねえ名は、日本には、人間豆はなかった。全史様は、どっからそれを、持ってきなすっただかねそりゃ、お前さん、ろに決まってるさねえ。たい、この五国っちゅうもんは、からから来たもんで、その名は、日本はまあ、石ころだらけの、草一つ生えねえ、ごく、つまらねえ、見たいような地面だった。じゃん。 お肖像の絵解きをしたナッショ様は言ったかの。脇でこう、不審を打つ者がいた。アコイン様はこの腹の生まれで諸国の道場で修行をして帰り、この寺で亡くなられたってよ。カへ渡ったなんてことは言わなかったように思うだが、それに、人間豆は人間全身中人が持ってきただと聞いたっけだがね知れたこと、カラは言ったのよ。 先の路人は滋賀にもかけぬ調子で、その上相手を頭から哀れむといった風に言った。これい,いかねば、おしょうとか全死とか言うわけはねえのさ。そこのところは、からと日本で契約済みださ。それからお前さん、人間豆だがそれはまあ、普通のは人間全死が持ってきさしった。そんなことは、父をしゃぶる赤ん坊でも知ってるこんだ。 おらの言葉が足りねえかったかもしれねえが、おらの言うのは白人間んんの言葉さ。白人間んんはここのお正様が持ってきさしたと言ってるだよ。なるほど。うん、なるほど。先の男が缶に撃たれて頷いた。それで分かるだよ。それで白隠中わけだね。うーん、白隠。これで見るに。 やっぱり人の怪妙っちゅうもんには嘘はねえわけさねえ。仁士郎は、そっと彼らの脇を通り過ぎた。彼は信仰のためにではなく、沼津にいる間に白隠の逸話をいろいろ聞いたのと、連日、連月にわたる、膝川の見張りに、いささか変化を欲したのとで、前死の像でも見ようかというくらいの、久方ぶりの骨休めというところであった。 もちろん、うってに狙われている身の上だから、着流しではあるが、傘は被っている。三景人の邪気のない話などを聞きながら、肖像堂を見物し、さて、海を一望に眺める丘の方へ行こうとすると、ほ、ほ、ほ、カッタさん、と、低い声で、後ろから呼ばれた。狙われている身の人四郎は、 しまったと、言いながら、さっと左へ二軒ばかり飛び、刀の束に手をかけて振り返った。漢字としては、背中へ一刀浴びたに等しい。しかし、振り返ってみると、そこには、いざりの小敷が一人。箱車に乗って、竿で車を漕いでいるのが見えるばかりだった。なんだ、ソ見ミーか。こう思って、 ほっとため息をついたとき、今度ははっきりと、そのいざり小時期が、網傘の中から呼びかけた。お、カッさん、む、む、むかな、は、は、墓へ行ってください。誰だ人士郎は、一種の立然とした気持ちで、鋭くその小時期の動作を見守った。だが、小時期はそしろの体で、 巧みに車をこぎながら。ガッちゃん、目につくと、行けないから、そのまま、墓の方へ、行ってください。こういう意味のことを、どもりどもり言い、墓地の方へと進行していった。人士郎は、あたりを見回した。他には、疑わしいような人物は見当たらない。一体、何者だろう 古事記をおとりにおびき寄せて、いきなり取り巻く計算かもしれない。このまま逃げる方がいいとも思ったが、人四郎は何やら好奇心もそそられるので、少し距離を置いて、そのいざり車の後からついていった。昌院寺の代々の住職の墓を回っていくと、松林のある丘で海を遮った空き地がある。そこで、いざりは車を止め、 かぶっていた傘を脱いで、こっちを見た。あ、私ですよ。わかりますかむくんだような、青黒い顔に、髪もボーボー。頬から顎まで髭だらけで、狡猾そうな小さな目が、しょぼしょぼしている。そこだけ、気味の悪いほど赤い唇の間から、白い大きな歯が、白いだけに帰って、 不潔な感じで目を引いた。彼は人志郎のいぶかしそうな表情を見ると、お、お、お、うーく、く、といった風に規制を上げ、締め殺されでもするような身振りで激しくどもりながら。わからないのも無理ではないかもしれない。自分はあなたとそう親しくしたことがないから。しかし、自分の方では、 あなたをよく知っている。さっき街道からこっちへ入ってくる姿を見て。自分はこんな具合に地面に座っているのも当然であるから。顔を見てすぐに勝田さんだということがわかった。それでも以前なら黙っているところなのだが、今は逆にあなたにお便りしたい事情があるので、思い切ってここまで。あと、 追ってきたのであるこういう意味のことを述べた。どもる癖のある人ほど話がくどい。筆者が現に観察した例であるが、筆者の故郷に親類で農業をやっている家がある。その隣に英作さんという新経があって、英作さんにはども兵というあだ名がついていた。これはどもりとしては多分第一級だろうと思うが、ある日、 彼が筆者の親類の家へやってきた。筆者が大場と縁側で話している前へ現れて、口をもぐもぐ、目を剥き出したりつぶったり、そうして右手でげんこつを作って、それで何かを叩くような身振りをし、片足で地面をドシンドシンと踏みつけ始めた。その動作の突然さと異様さは類のないものであって、筆者はてっきり、 彼を狂人に違いないと思った。おばは、ニコニコ笑いながら。平作さん、ようだけ言いなさい、ようだけ。こう、だめるように言った。しかし平作さんは、顔を赤黒く充血させ、拳で空を打ち、自断だを踏みながら、しゃっくりのような声を上げ、想像もつかぬほどの時間をかけた上。こんにちは。よいお日よびでございます。 という意味の句を綴り上げたのである。だが、それだけで聖魂を使い果たしたらしい。こんにちは。良いお日寄りでございます。こう言い終わるとともに、彼はぺこりと三度お辞儀をして、自分で納屋へ行って、嘘を抱え出し、もう一度お辞儀をして帰って行った。つまり彼は、嘘を借りるのが目的であって、 別に日和について感想を述べに来たわけではないのである。人間には概して自分の弱点を隠そうとする虚栄心がある。臨食感が施しをするように、水感が酔わない酔わないと主張するように、公職感が歪断をしないように、どもりもまた人並みに話せるという虚栄心を持っている。そこで嘘を借りたいといえば済むところを日和の挨拶から始めるので、 肝心の読向きまでは勢力が続かないのである。人四郎は、ああ、と言った、その激しいどもり方で思い出したのだ。お前確か、おか子組の者だな。相手は、顔いっぱいに笑い、うなずき、片手の指で自分の胸を刺しながら、間垣平太であると言った。間垣平太間垣 人士郎は、ここでまた、周囲を素早く見回した。間垣平太は、人士郎たちにとっては敵である。昼夜と共謀して、若殿、順次郎に害を加え、今なお両者は、通謀関係にあるはずだ。こちらにすれば、探していた相手であるが、現在、そのような小じき姿になって、向こうから呼びかけてくるのは思いがけない。何かある これには何か落とし穴がある。こう思いながら、しかし人志郎はさりげなく聞き返した。なるほど。そう言われれば見覚えがあるが、その学校はどうしたんだ平太もあたりを見回した。それから赤い唇を舐め、箱車の中で息き乱し、激しくどもりながら話し出した。 本松原の決闘1栄太はポロポロと涙をこぼした話の内容があまりに無念であるためかそれともその無念さを十分に表現できないもどかしさのためかいずれともにわかに判定はしがたかったが少なくともその涙のず抜けて大粒であることとそれを拭おうともせずに熱中して話すありさまとは仁志郎の警戒心を 9割型解消させるのに役立った。平太の告白は、人志郎が柳川平吾から聞いた話を裏付けるものであった。菅の中野から頼まれて2頭の馬を雇ったのは彼であった。ことが守備よく言ったら200国加造されるという契約だそうで、この点に平太自身としては猛烈なる自己嫌悪を感じているらしい。 どもり抜きで彼の告白を紹介すれば。本は、その二百国に釣られました。それに加想されれば人並みになれる。どもりであるために軽蔑され通してきたが、今度はそいつらを見返してやれる。こう思った時、自分は生まれて初めて胸いっぱいに呼吸をし、両方の手を、こう。 揉み合わせたわけでありました。あらまし、右のような意味であった。人志郎は、これにはかなり、同情をそそられたが、同情は同情として、陳述を続けるように促した。しかし、予期したほどのことはなかった。昼夜が若殿、川上の方へ案内していった。ということは見たが、果たして、川上のどこへどうしたかは、平太も知らなかった。 彼は包みの上で三時間よりもっと待っていただけである。そうして、やがて短期で戻ってきた中也は、戻せてすまなかった、すんだよ。こう言って馬を降り、手綱を持って平太の方へ歩み寄った。その時は、傾いた月の光のせいだと思いましたが、かんのは嫌な顔つきで、片方の目だけは、 ぞっとするような、まるで一つのろうそくのような光を放っていました。平太は依然恐ろしくどもりながら言った。そこで自分は、それでは二百国の家族は大丈夫なのだな、こう聞いたのです。すると、関ノはにっと笑いました。これも嫌な笑い方です。本当に笑ったのではなく、唇を歪めて、 歯を見せただけなんですからな。そして、俺が約束したからには間違いはない。とにかく、この馬を返してきてくれ。こういうのでした。その時、馬は二頭いたのか一頭きりでした。若殿の馬は戻らなかったのです。自分としては借りたのは二頭ですから、一頭だけ返しに行くのは、多少は迷惑だと言ったわけです。 そうしますと感度は、何、一等は、川に溺れて死んだからと、大銀をこれだけ使わせばいい。こう言いまして、いくらであったか知りませんが、紙に包んでよこしたのです。自分は、そういうわけならばと承知しまして、その金をたもとに入れ、馬の手綱を受け取りました。申し上げたいのは、ここなのですが、自分が手綱を受け取りまして、 こういう具合に馬の向きを変えようとしましたとき、自分の左の目の隅の方で、キラッと光り物がしたのです。正確に言うと、それは斜め後ろの出来事ですから、見える道理はない。それが確かに見えたのです。キラッ。はてな、流れ星でもあるかしらん。こう思いましたが、その時は右の肩とすぐにまた、 左の足の太もも何かで嫌というほど殴られていた。自分はこれは困った。流れ星が自分をめがけて落っこちたと思ったのですが、そう思うのと同時に人間の頭には一時に二つのことを考えることができるものらしいですな。頭のこっち側で流れ星だと思っている時、こっち側では感度に切られるぞと思っていたわけです。 ハトの方が少し遅れていたかもしれませんが、まあ、ほとんど同時と言ってもいいでしょう。自分はどっちにしろ、これはしまったという感じで、とりあえず体をかわそうとしたわけです。ガンノがお前を切った、お前を。自分は奴の顔を見ました。奴はものすごいような顔をして、刀をこう振り上げて、 それを自分の頭めがけて切り下ろそうとしている。自分は奴が何か誤解したか、それとも突然発狂したかと思い、しかしこの場合は問答を無用と認めたので、身を翻して逃げようとしました。ところが太ももは、後で見ると骨まで切られていたのですな。それが引っ絡まりまして、横へ 丸担棒のように倒れまして、そこが包みの斜面になっていまして、ゴロゴロ転げ落ちていって、転げながら天竜川の中へはまり込んだわけです。口角としごくのんびりしたように思えるかもしれないが、この間、平太の目からは、絶えず大粒の涙が溢れ出し、ほっぺたのもじゃもじゃ髭の中へと次々に消えていた。 平太は二三丁ばかり流され、四つり帰りの三人連れの農夫たちに救われた。肩の傷は浅かったが、太ももは骨まで切られていたので、やがて可能して、足の上部から切断しなければならなかった。その時、自分は泣きましたです。その時泣いた気持ちとしては、残念とか、恨めしいなどというものがあったら、 褒めにかかりたいくらいです。むしろ、そういった以上の気持ちでした。かのが恐ろしいので、その百姓の家で隠れて治療をし、すっかり治ったので、衣服大小を売って礼に変え、箱車を作ってもらって、小食いをしながら、ここまで来たのだという。彼はなお、涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら、こんな、比較的あましい姿になっては、 生きていても仕様がない。だが、一度、ン野に恨みを述べないことには、死ぬに死ねない気持ちだと言った。しかし、その不自由な体で、ン野に会って、どう恨みを述べるのだ。そこには、自分にも、工夫があるわけです。そこは、自分はこんなどもりですけれども、頭まで、どもりではないですからな。考えることは、 どもらずに考えることができるわけなので。体が動けないとなればですね。自慢ではありませんが、そこはその、言わず語らず。では、どうしても、江戸へ行くつもりなんだな。仁次郎は、ふと考え込んだ。そうだ。これは菅野にとって、かなりの牽才になるだろう。この男をうまく使えば。 平太が生きていたということだけでも。そうだ。この男を無駄にする手はない。素早く思案をまとめて。お前の気持ちはよくわかった。勘野はひどい人間だ。どんなにひどい、憎うべき人間かということ。そしてお前が、これからどうすべきかということについて。これはうかつなことではいけない。昼夜は知っている通り、感地に長けている。 お前にどんな手段があるか知らないが、正面から言ったのではダメだ。そこは、そこを一つ、よく相談しよう。も、もも、ひ、ひひ、ひ、ひ。ひひひひよしよし、何も言うな。俺がこれから策を出す。それを二人でよく考えて、最も良い方法をやってみようじゃないか。まず落ち着こう。その涙を拭かないか。 人志郎はこう言って、若草の伸びている傍らの土刃の上へ彼を下ろした。物理学的に連鎖反応という現象があるそうである。今問題になっている水素爆弾もその例で、筆者の若い友人の友人であるある若い地球物理学者に言わせると、核爆弾百発で地球は太陽に化けてしまうそうだ。 ウラニウムから出産したプルトニウムが水素に作用して、あらゆる原子を次々と連鎖状に破壊していくのだという。筆者はかねて人類文化は二十世紀で終止符を打つと、酒の魚に言っていたが、その若い地球物理学とはこのままでいけば十四五年だろう、とせせら笑いを漏らしていたそうである。だが、ここでは、 連鎖反応について語るつもりはない。ただ昔から悪い時には悪いことが続くということを言いたかったばかしである。これは誰しも身に覚えのあることと思うが、一つのアクシデントが起こると、とかくそれに続いていやらしい不祥事が連続してくるものだ。もっともそれが鉄道鉄尾に不祥であるかどうかわからない。 災いを転じて福となす〈ことももできるる場合もあるここに紹介する例がそのどちらに該当するかどうかそれは減明の限りではないがともかくも平太と熟談を交わし諸藩の取り決めをして陣志郎が松陰寺から出てきた時そこには新しい出来事が待っていたのであった〉 マガキヘイタと別れて、沼津へと木北に着いた人四郎は、左、富士の人穴道、という石氷の立っている辻のところで、大勢の男女が何やら騒ぎながら海の方へと走って行くのにあった。あたうちだってことだがそうか。私たえー、だとよ、一人のお侍に相手は四五十人いるだとだからやってるだがさ。 千本松原だぜ。あれあれ、あそこに見える、ありべさ。あだうちとか、果たし合いとか、一人と四五十人などという言葉を耳にして、もしや自分に関係のある者たちではないかと思い、人志郎は傘の前を深くしながら、人々の走っていく方へと道を曲がっていった。七つの駅から西南にあたって、五反田村というところの海浜に、 広大な松原がある。平家物語の哀切な一生、三味これ森のこの六代御前という少年が、そこで北条時政のために切られようとした。すでに公与と見えたところを文学商人のために救われるのだが、その意思ということで石塔が立っている。それは当時は松原の入り口に近いところにあり、そこから先は正解を背景として、 幾千本となく松原が展開していた。武田勝頼が一度切り倒して合戦用材にしたのを、後にまた植えたと伝えられるが、ともかく東海切手の名称と言っていいだろう。六代午前の日から一丁ばかり先で一人の武士が十四五人の武士たちに取り巻かれていた。その一人とは、 いたくら小五郎である。彼は妹と人四郎の宿を訪ねるために来て、この連中に捕まり、話があるから来てくれ、と、ここまで連れ込まれたのであった。小五郎は負け抜きが強い。何の用があるかわからないが、よしと答えて、ついてきたのであった。 専門松原の決闘。二。お前は大吉田の上代の次男で、板倉小五郎というものだろう。代表者と見える男がそう発言した。年は三十三だろう。六尺近い骨太の体で、織田信長の画像のような、洒落た口ひげを立てている。だが、頬骨と顎が張り出ているし、 目尻が干渉につり上がっているので、その口ひげはせいぜい大原人くらいの威厳しか示していない。人の名を聞くときは自分が先に名乗るべきだ。お前は何者だ小五郎はこう言った。俺は血はそうだろうというものだ。それで、要はなんだ気の毒だが、ここで死んでもらわなければならない。 俺としては不本意だが。俺が死ぬって小五郎は怒りを抑えた声で反問した。一体、それは誰の申し付けだ上位だ。出雲神コレチカ様の上位だ。だかなこと。小五郎は冷笑した。俺は大吉らで届けをして、正式に江戸屋敷へ出る許しを得ている。 上位打ちなど、受ける覚えは少しもない。いや、あるんだ。お前は。誰、その言葉を改めろ我慢を切らして、小五郎が叫んだ。俺は上代五郎の子、板倉小五郎だ。その方どもに、お前などと言われるわけはない。控えろ、無礼者。大層反動的だな。お前さんは、お望みなら、 カッカとでも言ってやろうか板倉小五郎カッカ。大将。宗太郎は、癒しく笑った。これでいいか。よかったら、片付けるものを片付けよう。自分で腹を切るかねそれとも。たくさんだ。俺は猿芝居は嫌いだ。そこをどいてくれ。ほう。大将にはこれが猿芝居に見えるかねしかも、 ろくな猿の一匹もいない奴さ。小五郎はもう一度冷笑した。宗太郎としてはこれまでそんな侮辱を受けたことはないらしい。彼は顔を赤黒くしてさっと片手を上げながら後ろへ下がった。俺が一人で片付ける。だが逃がしてはならん。みんな抜かるな。千葉宗太郎はこう言って刀の塚に手をやった。小五郎はまだ信じられない。 彼らが江戸屋敷の者たちだということはわかるが、どうして自分を小五郎だと知ったか、何のために自分を切ろうとするのか。蕎麦用人らの企みだな。その他には想像もつかないが、それにしては上位などというのに腹が立った。天竜の宿で沼津から帰った柳川兵庫からも聞き、大吉田へ伝わってきた情報でも蕎麦用人一派が、 相当、積極的に動き出したことは知っていたが、今、彼らが自分まで切ろうとするのは無法である。それでは、どうしても俺を切るつもりだな。小五郎は、むらむらと闘志をそそられた。くどいことを言うな。抜け。宗太郎は、自分から先に刀を抜いた。その時のことである。 右手の松林のどこかで、突然、たンという銃声が起こり、鋭い人の悲鳴が起こった。鉄砲がある。小五郎は身を開いてそっちを見た。宗太郎たちもびっくりしたらしい。みんな一斉に振り返った。すると、そっちから、一人の若侍の腕を逆につかんで、ずるずると引きずりながら、勝田た人郎がこっちへ来た。 こういう伏兵がいたんだよ、板倉さん。久しぶりでしたね。勝つお前か。小五郎は目を見張った。そして微笑しながら近寄ってくる人志郎の逆手を取って引き据えた若侍を見ると。お、そいつ、そいつがいたのか。こう声を上げた。重高城之助、貴様が俺の名を指したんだな。それで分かった。 知っているのが、こいつを。そいつの兄が国元にいるんだ。しかし、もういい。福縁を片付けてもらったのはありがたいが、あとは俺一人でやる。そっちへ見ていてくれ。そうはいかないんだ。この連中は、俺も目標の一人なんだから。そうだろう、千葉。仁志郎は、掴んでいた若侍を離し、刀の使いへ手をかけながら言った。これまで身を隠していたが、いいりだ。 おい、もぎサブローザ、高田ダ馬、時山、土井、村井。村野お前たちは千葉総太郎を頼みにしているんだろう。俺も板倉も逃げはしないが、もしかかるつもりなら、千葉が頼みになるかならぬか、得と,と見てからにする方がいいぞ。こいつはできるのかこの千葉という男は。江戸屋敷の道場師範の一人だ。よし、もらった。小五郎は、 刀を抜きながら、ニッと笑って叫んだ。こいつは俺を侮辱した。挨拶は俺がする。マラうぞ。どっちも、口だけは威勢がいいな。千葉総太郎は、二人を見比べながら、こう言って刀を取り直した。こっちも、二人一緒に片付けられるのは交尾だ。あい、原田、かわいい。あの手を忘れるな。取り巻いていた人数の中から、 おう、と、答えるのが聞こえた。これは筆者としては、かなり面倒なことになった。後ろには、修礼な富岳、前には、駿河の海を控えた、千本松原の風景は、壮大名美である。しかして、右のごとき経過をもって、二人と十五人との決闘が始まったのだが、問題なのは、これを、どう紹介したらいいかである。何しろ、いや、もう心は、 千葉総太郎に打ちを入れ、両者はその位置を四十五度変えている。仁志郎は早くも、模擬サブローザを倒し、高田一馬を転倒させ、重高城之助に刀をつけていた。千葉は投げつきが得意だ。仁志郎がそう叫んだ。気をつけろ。それだけは、かなりやるぞ。俺が相手では難しい。小五郎は、相手を睨んだまま言った。できるなら、 見たいもんだ。しかし、その声は、歯の間から出た言葉とは逆に、全神経の緊張があらわである。と、総太郎の刀が、きらりと発宋へ変わった。同一瞬間に小五郎は右へ移る。絶叫が起こり、二つの刃が光を飛ばし、両者の体が体当たりになると見たが、次の刹那には、また左右へ分かれていた。 互いの目に狂坦の色が現れ、どちらも切迫した呼吸になっていた。ヘイヘイヘイこれは、ジン郎の叫びである。彼はまた、実に貧速にやっていた。ある者には、銅へ耳打ち、ある者は足を投げ、引きつけ、追い詰め、大層快活に、右へ左へと、目まぐるしく行動していた。 ほらだかわいいどうした千葉が引きつったように叫んだ。すると待っていたように何人かの者が小五郎と人四郎をめがけて砂を投げつけ出した。即席の芽つぶしである。一興者、貴様小五郎はこうばめいて身をひねって松をたてに芽つぶしを避けようとした。千葉にとっては絶好の機会である。 彼は間を詰め、小五郎の構えの崩れを狙って切り込んだ。砂煙のように、目つぶしが飛ぶ。板倉板倉引け板倉向こうで仁士郎の声がした。仁士郎もまた砂を浴び、刃に囲まれて苦戦状態にあった。水素爆弾が生まれたという現在において、このような情景を真面目に書くことは、 これでかなり強い心臓がなくてはできない技である。とにかく大の男が三尺足らずの刀を振り回し、砂を引っ掛けてはしゃぎ回るというのだから、よほど巧みに紹介しても読者の多くは笑い出すかと思う。中にはふざけてると怒る人もあるかもしれない。が、この場合、当の人四郎と小五郎はふざけるどころではないし、 また、笑っているゆとりなどは、微塵もなかった。二人は、生命の危機にあった。そして、正しく危機が、頂点に達しようとしたとき、そこに、不思議な変化が起こった。お、うぅ、というような、飾り気のない悲鳴が上がり、目つぶしの砂を投げていた侍たちが、おのおの、顔や、盆のくオや、あるいは、 喉などを抑えながら、脇の方へ突っ走ったり、しゃがみ込んだり、松の木へすがりついたり、たちまち、そう崩れになったのである。複税があるぞ、油断するな。今度は、千葉がそう叫んだ。途端に、彼の目の寸前を、ひゅっと何かが光って飛んだ。千葉はそった。そして、大きく右へ跳躍し、追い詰めてくる小五郎に備えながら。すな。 すなかわいいどうしたこう怒号した。勝つさ、こいつは切ってもいいな。ご五郎が叫んだ。片足くらいにしておけ。後がうるさい。向こうから人志郎が答えた。千葉は蒼白になり、目をキラキラさせて、味方の情勢を見た。味方は、じいじいバラバラである。人志郎の左右に三人ばかりいる他は、遠く離れて、仰向きに倒れたり、 顔を覆ってしゃがんだり、呆然と立ちすくんだりしていた。気がくじけたが千葉。顔が多いぞ。小五郎がそう言った時、相手は無謀に逆襲した。二人の足元で砂煙が立ち、ギラギラッと刃が光り。そうして千葉宗太郎は突き飛ばされたように飲めって言って転倒した。形勢は全く逆転の模様である。 だが、この時、松林の一宮の、ちょっとした寒木の茂みの中では、かの、間垣平太が、ニコニコしていた。例の箱車の中に座って、長さ三尺ばかりの、吹き矢の筒を持って、さも満足そうに、髭だらけの顔で笑っていた。その脇に、十二三になる少年が、もう一つ、吹き矢の筒を持って、控えている。おそらく、 矢を詰めては渡す助手だろう。もう良さそうだよ、坊や。あとはあの二人がやるだろう。すごいね、おじさんの吹きや。少年は思わずよだれを垂らしながら言った。まるで鉄砲みたいだね。こんなすごいの初めて見たよ。俺も試したのは初めてさ。大したことはないが。な、まあ、そう悪くもない。 平太は汚い手で、どんなに貴重な品かのように、吹き矢の筒を撫でるのであった。江戸屋敷の人々。松坂家の江戸屋敷では、数日前に藩主は、五丹邸から五段へ移っていた。巨頭は、一時帰得と言われた病気が、不思議に海宝へ向かい、4月には起きて、 部屋の中くらいは歩けるようになった。それで、久しく見なかった生務を見るため、一応、床上げの祝いをして、五殿へ移ったのである。だが、岡倉漱石という主人は、難しい顔をしていた。彼は、出雲の神の病気は良くなっていないという。警戒したように見えるのは、消えかかる灯火が、一時明るくなるのと同様。 決して長続きするものではなく、必ず近いうちに重篤な状態が来る。もし、この見立てが違ったら、自分の習った医学はペテンだという他はない。そして、そんなことは絶対にあり得ない。漱石は、こう証言するのであった。そうかもしれない。そうでないかもしれない。とにかく、五殿へ戻ったコレチカは、 政務を見ると言っても、従来そうであったように、別して熱意もなく、書院へ出るのは一時間そこそこで、あとは今へこもって寝たり起きたりしていた。寝ている時は本を読み、起きると語を打つ。相手は江戸画廊の門左衛門に限り、他の者とは決して対局しない。この二人が音行特実だということは、 前に述べた。そして、両方とも、口が重い。二時間も向き合っていて、一言も話さないことが、稀ではない。おまけに、揃って兆候である。入念に考え、筋を読み、また考えて、そうして、石をつまむから、打つかと思うとそうでない。石をつまんだまま、目をつむる。時には、天井を眺めたり、また、 畳の塵を拾ったりする。だいぶ、これは、その、難しくなりました。門左衛門がそうつぶやくとすれば、それからおよそ30分もして、今度はこれちかが、片手で顎をなでたり、眉をしかめたり、上体を反らせて、盤面を熟視し,したりして、そうして、ゆっくり咳などをして、ようやくにして答える。 うん。だいぶ、これは、難しくなった。まさに、実現しなしといった光景で、これはこれで、任せておくよりしようがない。人間は、考える動物だということだから、この二人も、頭か胸か、どこかしらで何事か思案し、何かしかるべく、苦慮しているのかもしれない。しかし、 今のところは付き合いかねるので、二人には号を打たせておいて、ボタンテへ行きたい。ボタンテは今明かりが入ったところである。藩主が移ったので人が少なくなり、またお部屋様の活女が解任中のため、屋内はひっそりと静かである。だが、活女のネマはそれほど静かではなかった。 ボンボリの光のほのかな、屏風を引き回したヤグの上に、かつ女がなまめかしい寝巻き姿で座って、ギアマンの逆月で酒をすすっている。枕元には、鳥り,りのものを乗せた大きな膳があり、その脇に、板倉三之丞が、着流しで座っている。三之丞は、江戸の磁石画廊であるが、板倉という姓は、 栗本の城代とは関係がない。彼は年の頃三十四五だろう。かなりな美男であるが、自分で美男だと思っているために、かえっていやらしく見えるといった感じだ。おまけに、最地にかけても、相当以上に自負しているらしく、それが一層人柄を軽薄にしている。この届けはわからない。まるでわからない。 私には、あなたは謎です。彼は眉間に気取ったシワを寄せ、随分思索的な音声で、ちょうど俳優が舞台上で演技をするように、情を含ませてから言った。私はご存知のように、女に毒されてきた人間です。それは残念ながら認めます。女たちは、私がまだ少年の頃から、そうです。 正確に言うと、9歳の時からですが、私を奪い合い、教え合い、怪我し合いました。それで私は、20歳の時には、50歳の老人のように、女という女の秘密と欲望を知ることができました。私は女に毒された。けれども彼女たちの毒の要素を掴んだわけです。むやみにつかまない方がいいわね。お手がけがれますということもあるじゃないの。 もっとも、サンちゃんのは、つかみ損ねだろうけれど。ほほほ。真面目な話です。サンちゃんと言われたのが気に触ったものか、三ンの城は、やや開き直り。だが、依然として怪獣的に。あなたは笑っていらっしゃる。結構です。笑ってください。それだけのあなたなら、私は苦しみはしません。言ってみれば、逆労中のものです。 酒の時のめんどくさい話は、あたしは嫌いさ。気取らないでざっくばらんにしてちょうだい。男と女が誰もいない根まで、二人っきりになった時には、行ったりしたりすることは、一つしかないのよ。基地のごとく、彼女は時に、好んで庶民風な、時に伝法というより、爆練的な言語を浪する。今も、そのような心境なのだろう。あまり美しくない顔面が、 いのために赤くなり、目はトロンと潤んでいるし、唇はヌメヌメと濡れているし、横座りに肩を落とした体の線が白けなく緩んで、全体に特殊な色っぽさをみなぎらせている。特殊なというのは、いささか赤の匂いが感じられるのである。もちろん、七十万石の大名のお部屋様だから、ひがみひぶろだし身の回りはすべて、 衛生と清潔を無としている。それでいて何やら、どことなく赤臭いというのは、おそらく身についたものであろう。失礼ですが、私は他の男たちと混同しないでください。どうかそれだけはごめんをこむります。三之条は、誇りを傷つけられたように言った。そこらの若侍や、ご分家様や、近頃では、 感の何がしなるという、いかがわしいものまでがそうらしいが。そういう連中なら、今のお言葉によだれを流すかもしれない。しかし、私は、そんな人間ではありませんから。あら、嫌だ。ほほほ。かつは、体をくねくねとさせ、相手を流し目に見た。あんた、焼いてるのね、さんちゃん。そこらの若侍、五分家、感の中や。 あんたの知ってるのは、それっきりなのそれで、そんなに焼くとすれば、本当のことを知ったら、焼けて焼けて、焼け死んじゃうわね。あなたは、はなたという人は。こう言って三之丞は身を震わせた。彼はその次に、このすべたというようなことを方言したかったらしい。なんだ、このすべため。彼は心の中でこう罵倒した。 体のわずかな一部分に、チンな機能があるくらいで、狼面のズングリムックり、全然取り合はあれはしない。まるで、宿場の飯先ではないか。七十万石という目当てがなければ、お前なんぞは鼻も引っ掛けやしないぞ。わかったが、この滑てた甘め。無論、心の中の罵倒だから、相手には聞こえない。三の城は、ここで座り直し、 広く真面目な表情になって、かつじょを見た。花田という人は、万人に優れた再縁なのに、その道楽だけがたまに傷です。一種の病気でしょうけれども、そんなところから大事の破れることがままある。ご刑事のことが決定するまでは、少し、通信でいただかぬと困ります。意見をするなら、この体に意見してよ。 私がどう思ったって、この体が勝手に浮気をするんだもの。私の罪じゃありゃしない。今だってそうよ。今、こうしていたって。サンちゃんを見ていると、ほら、こんな。お部屋様、これは下り、これは。私じゃないの。体がこんなになっちゃうんだもの。ふ <laughs> ふ体が悪いんだから。ねえ、切してお、サンちゃん。しかし、とにかく大事な相談。 何言ってんのよ。らっとばけたってダメ。ちゃんと顔に絵が出てんだから。ねえ、こんな時、しのぐの言うのはサンちゃんばかりよ。じれったい、早くこれほどいて。えへん、というしゃがれた咳払いが聞こえ、ふすまがそして松原大学が、むくれたような顔をして、この根間へ入ってきた。おお、こ、これは。三ンノ城は、沖縄うとして身をもがいた。 しかし、かつじょは、彼を横さまに抱き、彼の警部を、両手で固く締め付けたまま離さない。そして、三の丞が懸命にジタバタするのを知らぬ顔で、あでやかに笑いながら、五文家を見上げた。ほほほほほ。いらっしゃい。立ち聞きというものは、存外、足がくたびれるでしょもう、入ってくる自分だと思ってたの。さあ、どうぞ。お座り遊ばせ。 冗談にも程度がある。早めなされ。大学は、超えた弁腹を苦しそうにして、できるだけ難しく顔を引き歪めながら、脇を向いて座って、それから吐き出すように言った。目苦しいぞ、板ら。引かぬかよ、や、はあ、もちろん、その。そんなにもがもがしないの。つ女は、三の城の方へ自分のそれをすりつけ。いいから、じっとしてらっしゃい。 あんな怖いみたいな顔をしてるけど、文家のおじいちゃんだって相当やるんだから。おじいちゃんはあれ専門、あんたは男ぶり。それぞれ役どこが振り当ててあるんだから。ねえ、さんちゃん。そんなに暴れないで、これをこうしてよ。<laughs> 大学は一枚の文章を出し、か女の膝の脇へ投げながら、しらじらしい声でこう言った。ご覧うは、それを読んでからにしてくれ。 かつじょは大学の顔を見た。あら、あたしに、つけぶみでも来たんですかつけぶみとしては第一級だ。さしらしんはがきへいた、じゅんじろ次郎様は、ご存うと書いてある。三のじょうは解放された。突き飛ばされたと言ってもいい。かつじょは、この文書を取り、三度まで読んで、一度に酔いが覚め、額の方から白く色を変え、口の中で低く、 一人ごとのようにつぶえいた。曲がき平太。順次郎様は生きている。生きて。やっぱりそうか。中夜は、偶居において。芝の大門から、神明の方へ曲がって、二つ目の横丁の花屋の路地に、黒板塀を回して、格子作りに目隠し窓という。 片通りの小宅といった家がある。以前は何文字とやらゆう時わずの師匠が住んでいたが、五十日ほど前から二十四五歳になる仇風のやぼったい女が住み着いた。言葉付きからみなりなど、屋敷勤めをしていたか武家子たちと見え、恐ろしく気量の悪い下女とひっそり暮らしている。多分、いものなんだろう。 時々、若い侍が訪ねてくる他は、人の出入りもないし、近所付き合いもしない。若い侍とは、お察しの通り、菅野中野である。そして、彼は今、この家の多くの人まで、その野暮ったい女と対座して、茶を喫し、歌詞をつまみながら話している。まあ、驚いた。菅野さんって、そんな人だったの はたしなんだか、寒くなってきたわ。しおらしそうなことを言うな。人間はみんな、一皮かむってる。一皮むけば、その人は、色と欲の塊だ。お前だって、ボタン邸の女中頭で、萩のなどと済ましていたが、やっぱり、色には負けて、そんな体になったじゃないか。あら、やだ。女は慌てて、両方のもとで腹部を隠した。これは ガンノさんが悪いのよ。人をうまく騙しておいて。私たしなんか、そんな気はちっともなかったのに。嫌だ嫌だと、かじりつくやつさ。ずいぶんせっついたのを忘れたと見える。憎らしい口だこと。いいわよもう。女はプンとしたが、話の続きは聞きたいのだろう。二人の茶碗へ茶をついで、ねえ、とまた相手を見た。それで カ田タさんを紐へ閉じ込めて、それから後はどうなすったの俺とお部屋様の話を知っているだろう。板倉のお家事という娘、その娘が盗み聞きをしていたらしい。俺は不審に思うことがあったから、ボタン艇の帰りに見に行くと、ちょうどあの娘がカ田タを助け出したところさ。いやはや、何しろ、途端の鉢合わせでどうしようもない。今度はカ田タのために、 こっちが日村へ押し込めという始末さ。い、君だわ。いっそそのまま閉じ込められていればよかったのに。まったくさ。そうすれば。俺もその腹の子の始末などで、キリキリ舞いをすることはなかったからな。お望みなら、これからでも。まあ、いいから、話をお続けなさいな。ここにご当人がいる以上は、助かったんでしょそう、軽く扱うな。 ヘブロのこと、を親様に話してあったから助かったようなものの、三日も飲まず食わずで、真っ暗の中に、とぼんとしていたんだ。もちろん、感の中や。ただ、とぼんとしていたわけじゃない。頭は自由だ。腹が減るほど、頭はよく働く。お前の腹にいる子をどうするか、シアンをつけたのも、その時のことさ。そのシアンは、シアン通りに行きますように。 女は半信半疑という目つきで言った。菅野さんは頭がいいけれど、頭のいい人ほど抜けたところがあるって言いますからね。お部屋様のご解人が嘘だなんて、私にはどうしたって信じられませんわ。おそらく、誰も信じないだろう。中夜はこう言って、冷ややかに微笑した。大学の馬鹿殿、磁石ろう。その他、お部屋様を取り巻く者。 家中の全部は皆誤解人と信じている。だが、医者の交際と腰元の江口、そしてこの中野の三人は知っている。中野は目を細くした。お部屋様の解人は嘘だ。あの腹帯の下には綿が詰まっている。俺はそれをこの手で。こう言いかけて中野はぎくっと口をつぐんだ。玄関の正直に、 何か突き刺さるような音がした。プツッという風な低いけれどもかなりはっきりした音が聞こえたのである。ちょっと待て。彼は立って、襖を開けた。そこが三畳で、向こうが玄関の障子である。その障子に外から何か刺さっていた。昼夜は物音を聞きすまし、極めて用心深く障子へ近づき、刺さっているものを素早く抜き取った。 それは、吹き屋の矢であった。中屋は、障子を細めに開け、そこに誰もいないのを確かめてから、手にした吹き矢を調べてみた。すると、吹き矢には、紙の矢羽がついているが、その矢羽の中から、紙が一枚出てきた。吹き屋の、矢踏みというやつである。ちょっとドキリとして、それを抜いてみて。 そこに書いてある文字を見て、今度は腹の底からドキリとした。一頭の馬は戻り、一頭の馬は死す。天竜下半に二人殺害され、一人帰る。二人の一は寄港し、一は止まり。両両、なお損傷なり。疑うなかれ、返礼、近くにあるを。そして末尾に、 マガキヘイタと書いてあるのを見て、昼夜ほどの男の送信に鳥肌が立った。